光秀が光月城にて戦う中、播磨では別所長春らの織田家離反による混乱が深刻さを増しつつあった。事態を重く見た信長は播磨平定を最優先として光月城で戦う秀吉や光秀に撤収を命じる。信長の指示に戸惑う光秀だったが、光月城に残るという鹿之助の決意を汲んで一路播磨へと向かうのであった。播磨平定戦。利光、あの一件はどうなっている？織田を脅かす影の正体はつかめたか？方々探りは入れました。なれど、これといった手がかりは得られず、申し訳ござらぬ。こうなれば、半蔵殿を頼るのも手かもしれませぬ。あの御神、元は伊賀のラッパゆえ。それも一手かもしれないな。半蔵殿ならば、俺たちでは届かない手がかりも得られよ。こたびは織田の強者が一堂に会する大戦となろう。奴の狙いが織田の瓦解ならば、必ず何か仕掛けるはずだ。この戦で影の尻尾をつかまねば。利光、お前も細心の注意を払ってくれ。はっ。止められるもんなら止めてみろ。せいぜいあがけよ、明石殿。別所は城へとこもるか？なら城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様よ、四方城を無事制圧したとのこと。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。こたびの戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。今だ、織田信太郎を討ち取れ。な、行兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。出ろ。四方城に伏兵か。援護に向かえ。なんとか間に合ったが、今は目の前の戦いに集中しねえと。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。織田の手勢が攻めてきたぞ。皆迎撃に当たれ。開門。物見より伝令です。付近の城に敵が続々と集結中とのこと。横腹を突かれては面倒だ。先んじて城を落とす。織田は四方城へと進んだか。そう、それでいい。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。打ち死に。織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門。本陣を狙うか。到達より早く奴らをほふらねばな。城に集結した敵は概ね敗せたようだ。これで横槍は入れられまい。妙な敵の動き、あまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。申し上げます、毛利の増援が戦場に接近中です。
厄介事がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。信長が本陣の防備に気を取られた今が好機。あちらの城を落としてしまえ。開門。見えた。本陣突入の邪魔はさせぬぞ。本陣は守られた。しからば直ちに攻勢に転じようぞ。この城、敵に渡してなるものか。守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。神代湖兵、前線へ向かえ。兵の士気を高めれば優位に戦えよう。見えた。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。ならば反撃の糸口を作るべく、敵を後方より脅かしましょう。敗北条件変更。秀吉が参った。戦況も幾分か好転しよう。見えた。秀吉、間に合いやがった。下手に動かれると面倒だ。おっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。見えた。奴らを進ませてはなれぬ。急げ、援軍を潰すのだ。武装の刃、すべては破壊のために。不足なし、入れ。一瞬だ。開門。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。分かった、ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。城に到着しました。みんな、攻撃を開始しろ。何？後輩の城が攻められているだと？前線の兵を三木城へ回せ。守りを固めよう。開門。敵が前線より後退するよう。この機を逃すな。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。よし、戦力を集中させて落としとくか。よっしゃ、制圧成功だ。城内の兵糧が心もとないが、まもなく二打が到着する頃合いか。三木城の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。開門。三木城は兵端を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。打ち死に。全て壊そう。よし、三木城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来たよ、毛利よ。三木城攻略と合わせ、奴らの対処に当たらねばな。勝利条件変更。三木城へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。
りの増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。織田に兵端を断たれたか。こうなっては撃って出るしかあるまいな。開門。三木城が開門した今こそ好機。災いをもたらす者らを速やかにうがち抜かん。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。上との戦いは避けられぬだろうな。刃から逃れられると思う。三木城へは到達できなかったか。任されよ。織田は読み以上に兵力を残していたようだ。援軍が全て敗走だと。おりゃ、私は織田に逆らうべきでは。そろ、手はず通り織田本陣の近くに出たぞ。さあ、奴らに奇襲をかけてやろうか。ごめん。本陣近くに毛利の手勢か。あやつら、いかように進行を。懐まで敵の侵入を許すなどありえるものか。内通者が手引きをしない限りは。だが、おお、毛利が陣を。さて誰が引き込んだのや。三木城より入れた将来はうがてたようだ。任せろ。みんな引き続き敵を殲滅せよ。ここまで来てしまったか。だが本陣は私が守り抜く。味方の救援ご苦労さん。早速で悪いが、てめえはここで果てな。勝利知ってください。これだけの好機を生かせねえとは、毛利に大したことない。見事だな。皆様申し訳ありません。織田のやり方にはついていけぬ。貴様らに天下統一などさせぬわ。あないわ。おりゃ、織田の討滅かなわなんだか。無念なり討ち死に。度重なる進行もここまでだ。この私が織田の野望を打ち砕こう。どうした明智光秀、いつもの殺気がまるで感じられないな。貴様には関係ない。その口今すぐ塞いでやろう。でもその虚勢すら覇気がないようだけど。敵将切り伏せた。悔しいがここまでか。見事、さらに精進せよ。
そう。やむを得ない。撤退しよう。もうダメ。次は必ず止めてやる。存外手間取らされた。これにて、播磨の制圧はなった。よく戻ってきた、美月。それで、鹿之助は、雨具はどうなった？なかった。うん、なんと。間に合わなかったって言ったんだ。俺が城にたどり着いた時には、戦は終わってた。仕方ねえから、城の近くにいた兵をとっ捕まえて、ことの顛末を聞いたよ。そいつの話じゃ。もうり、もうとなりゃ。やった、ついに。殿！しかがり、おいなれり。そうか、鹿之助は銃で撃たれて。くそ、限界だ。俺はもうこんなやり方には耐えられねえ。待て、美月。殿、急ぎ美月を。鹿之助、俺はお前を。ダメだ、俺はもう惑わないと決めたはずだ。鹿之助、伝便に浸るのはさぞや心地よかろう。信長、魔道だか、銃。何をバカな、俺は。やっぱり根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う、俺は変わった。正しきをなすために。生倉は魔王の懐にいらぬ。よう、どうしたよ美月。すっかりしおれちまって。全部桃地さんの言う通りだった。親父は最低な冷血感だったよ。いや、もうあんな奴は親父でもなんでもねえ。くそ、俺はこれから何を信じれば。お前、忘れろって言ったのによ。まあそれも無理な話か。美月、俺はな、次期織田を討つつもりだ。え、なんで。ここ最近の織田のやり口には俺もほとほと呆れてね。伊賀忍団棟梁としてもはや奴らと同じ道は歩めねえ。お前だって実の父親を殺した信長が憎いだろう。
敵を討たねえと一生苦しいままだぞ。これ以上天下一新のための犠牲が増えるのはごめんだ。親父を、信長を倒して、それが止められるなら決まりだな。じゃあ行こうぜ。これ以上この地にとどまる意味はね。花は咲いたぞ、織田殿。さあ、あんたはどう出る？